ハビークはここでございます。ここなんだろうね、開いてるね。お、下行けねえな。そこも公園かね、そこ。公園入られへんのかな。水塚公園。えら下がってんね、こんな坂坂かいね、これ。歩くも大変やわ。水塚公園、もっと下やからね。どっち行って、こっち飛び上がるんかいな、これまた。からんね、これ。こっち上がってみようか。また上がるか、これ。こっち来へんの、これ。上がった。また坂だ。ここなんだろうね。うっそうと茂ってんだけど。ほら。個人の家これ。真っ暗なんだけど、すごいことになってるんだけど、個人の家これ。伊藤さんがいてあるけど。個人の家でしたか。真っ暗でございますけどね。あ、ここに道があるね。ハビクローバー、これいけるかな。行けそうで行けそうなようでわからんな、これ。行ってみるか。うん、お、ここ、そこに公園かな。ちょっと入り口じゃないかね、公園の。なんかなさそうやな、これ。全部、道。ないね。これ左か、やっぱり。左行きましょうか。ここ道が、ああ、行かれんか。お、なんか面白そうな道がありそうやけど、これ、どうやろ、これ。これ。お、なんか行けそうやだ、これ。これ行ってみよう。もう5時回ったくらいやけど、もうこの暗さやもんね。画面で見ると明るいね。ほとんど薄暗いんだけど。あ、これ、ここちゃうか。水塚公園、水塚公園は。ほら。はい、水塚公園でございます。もう、2年か3年前やったな。ここ歩いたのは。あの、日向を連れて。ずいぶん気が大きくなったね。この3年前と比べると、このね。この辺ね、ずーっとね、下に小さい、ね、木がいっぱい入ってんやけども、見当たらんな、これ。みんな買ったんかね。全然見通し悪かったんやけどね。ここからもこう、降りていったな、池だな。あれ、あんなにいっぱい電灯ついてたかね、街灯は。これ、微動で見るとものすごく明るいね。薄暗いんだけど。ここから見るとこれ。二条山見えるかね、二条山。うわ、かすかに見えるけどね。かすかに見えるね。いよいよ。恐れ入りました。見えましたわ。よいしょ。どっから降りるんだったっけ。こっちから降りるか。3年かぐらい前やけど変わってないね。下にね、建物があるある、建物があったでしょ、あれ。記憶残ってるわ、これ。ほんの雲薄ぐらいのにみんなまだ遊んどるぞ。ボールなんか見えないやろ、ほとんど。大和武尊の御事、大和武尊の陵かね。あっち側を
法人店だよ。あと見えんかね。そこが、そこにもなんかあんねんよね。ちょっと見、全然変わってないね、前と。変わってないね。まあ薄暗いからちょっとね、見にくいんだけど。この辺何にもこれないんやけど、これこんなんやったかな。なんかさ、茅とか、小さい木々がね、いろいろあったんだけどね。見当たらんがね、これ全然、これ。ハゲ山なってるかね。ハゲ山でございます。あ、ここにほれ、水塚古墳が。これはみんな忘れたね。はい。昔はね、入れたんやけどね。今入れないんですわ。もうくたくたでございます。4時間以上歩いたかね、今日。3年ぐらい前から桜の頃やったな。3年ぐらい前やったの。ここでボールを蹴ってたら、日向があそこから向こうから走こっちに、ね、走ってきようして怒られたね。ボールが嬉しくてね。ほら、萩山でこれ。もう飽きまへんわ。もう限界やわ。ちょうど上がね、明るいから上の方だけね。これ二条山やね。二条山見えますけど、これ大阪側からやからね。山が反対見えましたろ。奈良の方から見た方が、どこかな、やっぱり桜井か天理ぐらいみたいな形が一番感じるんだけどね。桂木山と金剛山も見えてね。で、奈良まで行ったらね、ちょっと見にくいね。これ峰塚古墳でございます。これ100メーター未満だったかな。これそんな大きないんですけどね。あれ勘違いしたっけ。いやいや、いっぱいやっぱり木ないね。草木がないから見えるんや。前方後円墳でございます。はい、ここまでです。今はもう疲れました。帰りましょう。